皆さん明けましておめでとうございます日本バスケットボール協会会長の川淵三郎です、えー、今年はバスケットボールの年そして7月にはロスリオオリンピックに向けて男子バスケットボールチームの最終予選がありますこれに日本代表チームが勝ってくれることを信じていますそしてリオのオリンピック、えー、女子が出場することがもうすでに決まっていますけれども 目標はメダルを取ることですメダルを取ってみんなでハグをしながらともかく喜びを分かち合えればいいなというふうに思っていますいよいよ男子バスケットボールリーグの B リーグがスタートします今までにない素晴らしいリーグになることは間違いないと僕自身は確信しています地域の人たちがどれだけこの B リーグを応援してくれるかそれにかかっていますけれども開幕戦は そしてその後の試合はすべて、えー、切符が前売り完売というぐらいに、えー、このリーグを盛り上げていきたいと思いますので皆さんのご支援を心からお願いしますちょっと多少かみましたけれども、えー、今年こそバスケットボールの年そしてバスケットボールで奇跡,を奇跡を起こす年ということですので皆さんぜひ、えー、応援をお願いいたします。 そのうちの一つが今もう現物で来ておりまして、面白、うん、かったら見ていただいてちょっとご感想を。これはちょっと面白いね。はじ <laughs> め一生本当かな。もうちょっと。うん。まあ指がお前。おかしくなっちゃう。すごい不思議な状況になってますから。<laughs> <あ> <laughs>